女性の肖像は、セバスティアーノ・デル・ピオンボによる1512年の、油彩画で、芸術家によって、制作年が記されている。現在、フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。1589年の目録は、作品をラファエロとジョルジョーネに誤って帰属させ、ジョルジョーネへの誤った帰属は1784年まで続いた。ウフィチ美術館の館長、 トンマーゾプッチーニは1793年にラファエロに帰属させ、ウフィチ美術館のトリブナに展示されていたが、バザーリが言及したラフォルナディーナを描いたラファエロの肖像画であると主張した。ミッシリーにはその主題はビットリア・コロンナであると主張し、その主題をミケランジェロに絵画をセバスティアーノに返した。パンガラスは引き続きラファエロへの帰属を支持したが、モレディ、 バーナード・ベレンソン、ベントゥーリ、ルッコなどの最近の研究では、最終的に、セバスティアーノ・デル・ピオンボに帰属している。ルッコはまた、ローマのベネツィア宮殿の国立美術館にある絵画の、署名入りの複製についても言及している。モデルの女性の顔は、セバスティアーノ・デル・ピオンボがしばしば描いた理想の女性のタイプと一致している。そのため、本作は特定の女性の肖像画ではなく、 ベネツィア派に一般的な美人画と考えられる。カタログページ。2021年7月9日閲覧。グロリアホシー・ウフィーツィ、ギウンチ、フィレンツェ2004、ISBN8809036751、ウフィーツ美術館、ミスズ書房、1994年刊行、160校。 参照 ISBN4 から6220270972021年7月9日、閲覧。ありがとうございます。